レッジ。はい、皆さんこんにちは、ズータイムです。さあ、今回のズータイムカレッジではですね、ものすごい方をお呼びしております。私も、実は講演会を行う時があって、その時ね、何回か来ていただいたりもしているんですけども、私もすごく尊敬している方です。もうね、タイトルから、今日は腸のスペシャリストが来てるっていうのは皆さんわかると思うんですけども、今日はですね、日本鳥類科学学会理事をされている、三上先生にお越しいただいております。で、その前にですね、何度もね、私チャンネルでもお伝えしているんですけども、動物界全体をお伝えするチャンネルにしたいなっていうのを皆さんに何度も申し上げていると思います。ですから今日は、無脊椎動物の中でも、昆虫というね、節足動物の中の昆虫のお話になるんですけども、この昆虫っていうのはですね、地球上に約100万種類ほど、種類で言いますと、います。で、いつもね、私のチャンネルでは、鳥類、鳥とか爬虫類、哺乳類などをお伝えすることが多いんですけども、まあ、あとはカメも多いですよね。カメでいうと世界にはカメ300種ほどしかいないんですよね。で、我々人間でいうと5000種ということで、地球全体のその生き物の種類からすると、我々哺乳類はですね、 1% にも満たないというような種類の多さなんですよね。その分、地球上はほとんどが昆虫の世界だと言っても過言ではないというふうに私も常日頃から思っています。ただね、昆虫の世界っていうのはすごいこのように種類が多いので、それぞれのスペシャリストの専門家がいらっしゃいます。ですからね、昆虫の専門家ではない私なんかはね、太刀打ちできません。ということで、ズータイムチャンネルでは本当に中身のある、ことをね、深掘りしたいなというふうに思ってますので、今日は三上先生から腸の素晴らしいお話をしていただこうかなと思っております。それでは今回も行ってみましょう。はい、それではね、三上先生にお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、実はね、三上さんの方から、提案をしていただいたんですが、ものすごいその腸のお話っていうのも、まあ、尽きないぐらいありますので、ちょっと何回かに分けて、このズータイムチャンネルでも何度かお越しいただいて、腸の魅力っていうのをご紹介したいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では今日の、簡単な、内容なりご紹介していただいてよろしいですか。まあ、このツータイムのレベルに果たして合うかどうかってわからないんですけどもね、藤井園長の方からお話しあったように、昆虫というのは非常に、多様な世界であるということで、その一旦でもね、皆様にご理解いただければということで、お話をしていきたいんですけども、今日はね、ちょっと根本に立ち戻って、なぜ昆虫を採集するのか、ほう、いったお話をしていきたいと思いますね。そうですね、我々も少年の頃はやっぱり玉を持って、そうですね、カブトムシとか多分みんな取ったと思うんですよね。まあ、今でもカブトムシとかクワガタムシ、男の子のヒーローですけども、今はどちらかというと、観察しましょうと、採集ですね。そういった風潮になってると思うんですけども、もう私はあえて、反論される方はもちろんいると思うんですけども、昆虫は採集して標本を作りましょうというところから入っていければいいのかなというふうに考えていますね。なるほど。まあ、初回はこの昆虫採集についてのお話をさせていただければというふうに思います。なるほど。そうですよね。でも捕まえないと本当にね、そうですね、細かいところまでは観察できないことがありますので、ね、はい、はい、ではじゃあそこら辺を、今日は三上先生の方から詳しく昆虫採集についてまずはお話ししていただこうかなと思っております。そしたらね、いろいろ今日はね、標本なども持ってきていただいているようなので、ちょっと場所を取りますんで、私は一旦退散しますけども、外から何か気になったこととか質問したり、対談形式で、気軽というかね、気軽っていうのは失礼なんですけども、会話をしながら進めていきたいと思いますので、皆さんもぜひリラックスして昆虫の世界をどうぞ今日は楽しんでいってください。はい、では、はい、そしたら、はい、早速始めていきたいんですけども、さあ、三上先生が昆虫採集を始めたきっかけっていうのを教えていただいてよろしいでしょうか。意外に不純な
闘技だったんですけどね、はい、もう私小学生の頃、うん、何でも集める癖あったんですね。あ、貝殻を集めたりとか、シダ植物を収集したりとか、魚なんかにも興味を持ったんですけども、魚はなかなか集めるわけにいかないので、うんうん、図鑑の絵を写し取ってたり、撮ってたりとか、こういったことをやってて、特に集中したのが化石ですね。ほう、はい、今の小学生は夏休みの課題としてね、はい、自由研究というのはありますけども、うん、私が小学生の頃は、この自由研究の代わりに理科作品コンクールというのがありまして、これは夏休みの宿題としてね出てくるんですけども、小学校の5年生の時ですかね、はい、私化石で出品したんですね。ほう、はい、化石っていうのは、恐竜が興味あったという、それとか私は福井県の出身なんで、まあ、恐竜とかがあったんですけども、まあ、この恐竜に絞った話ではなくて化石全般の、研究ということで、この理科作品コンクールというのに出品した。で、一方幼稚園時代の同級生が腸の研究で、はい、出品したんですね、はい、で、この幼稚園時代の友達が知事賞という一番を取ってで私は腸の自由研究ですね、これが教育委員会賞という、まあ、言ってみれば2番目の賞だったんですね、はい、これが私気に入らなかったんです、ね、すごい、はい、負けず嫌いなところがそうですね今は丸くなってると思いますけど当時はかなり負けず嫌いで、それやったら私も腸一生懸命やろうじゃないかということで、まあ実際はね、小学校4年生ぐらいの時には蝶々いろいろ取ってはいたんですけども、本格的に始めたのは小学校5年生ぐらいからということですね。はあ、そうなんです。じゃあもうきっかけはじゃあ、はい、友達が友達の目に負けたくなかったという、はい、でまあそういったきっかけで、集め始めたら、はい、これが面白くてたまらないですね。はあ、はい、そういったことで、まあ、まずは一生懸命昆虫採集をして標本を集めると、いうところから入っていったんですね。はい、ここでね、今の方々、もしかしたら違和感抱かれるかもしれない、私は今昆虫採集をして標本を作るというふうに申し上げましたけども、はいはい、まあ、今の教育って割合生き物は観察しましょうという方向で進んでいるような気がするんですね。そうですね、ところが、まあ、私の持論として、はい、昆虫は観察するだけではわからない、こういう面がたくさんある。ほうほう、したがって私は今の子供さんが、もし昆虫に興味を持たれたら、うん、どんどん採集してください、ほう、どんどん標本を作ってくださいというふうに言っているんですね。なるほど、はい、なんか今ね私も感じているのは、はい、まあ、この地方のね、石川県なんかですと採集する場所あるかなと思うんですが、都会のお子さんたちは採集する場所すら、あ、そうかもしれませんね、なかなかないのかなというふうに感じたりとか、はい、そういう時間を設けるのすら、なんて言うんでしょう、遊び方も多様になってて、ね、なかなかそのゲームの方とかにも行きがちだったりとか、プログラミングもありますしね、はい、昆虫採集っていうのはなかなか行きづらい世の中でも、なんで興味をね、はいはい、そっちに行くっていうのもね、少ないような気がしてますね。そうですね、遊びが多様化したっていうのも大きい原因かと思いますけども、うん、やっぱりね、捕まえて標本を作って、うんうんうん、そこから始まるものっていうのが間違いなくあるかなと思うんですね。本当ですよね、はい、でそれを切ってしまうと、知的好奇心を持たなくなったりとか、ということは必ず私はあるんじゃないかなと思いますね。なるほど。そういったことで、まず最初にですね、なんで昆虫採集をするのかという、その理由をね、腸の標本を使いながら、お知らせしたいなと。楽しみです、ね、そしてぜひよろしくお願いします。はい、はい、じゃあその玉手箱のような木箱の中に、はい、まずこの中にね2頭の蝶が入ってます、ね、はい、2頭の蝶、まあ、ちょっと話でそれるんですけども、はい、今蝶の数え方1頭2頭というふうに、本当ですね、はい、数えるんですけども、これなぜか園長分かりますか。頭の数っていう、頭の数なんですね。なんで頭の数を数えるのか、ちょっと我々動物園業界では、はい、例えばなんですけども、小さい動物たちは何匹何匹っていうのは一般の方は言うんですが、はいはい、動物園業界では小さい動物も頭と数えるんですが、はい、なので個体数はもう頭で数える、まあでも鳥は輪って言いますもんね。なるほどね、
すいません、わかりません、教えてほしいです。ワードが出るな、鳥とウサギ、ね、そうなんですよ、はい、ちょっと話、本題に入る前に、はい、いきなりそれますけども、昔、蝶とか蛾の羽を使った工芸品というのがあったんですね。ほー、はい、でこの工芸品の値段というのは、はい、それを何頭使ったかと、何匹のものを使ったかというところに由来してたと。で、羽をむしってそれを使っていくわけですけども、そうするとむしられた残り胴体と頭がありますね、はい、で何匹使ったかというのをこの残った頭の数で頭が 1,2,3,4 と数えていったと。はあ、ということは羽だけ使われて、そうです、胴体と頭が残ってたということ で、はい、その頭の数を最後にどれだけ使ったかという確認のために使ったから頭という、はいはいはい、という説がありますね。まあ、諸説あるのでどれが正しいかというのは分からないんですけども、じゃあ昆虫の専門の方ってもう腸は、あ、じゃあ今日は何頭確認できたとか何頭捕獲したという、例えば論文なんか見ても、何頭という表現で書かれますね。そうなんです。もちろん1匹2匹とかどいても間違いではないんですけども、はい、腸と側は基本的には1頭2頭と数えていくというのはちょっと覚えておいて、素晴らしい、素晴らしい深い、ね、ことを教えていただきました。じゃあ行ってみましょうか。話に入っていきましょうね、はい、さあ藤井園長ちょっと見ていただきたいんですが、ちょっとカメラマンさんも近づきますか、一緒に。はい、ここに2匹の蝶があります。こっち近づかないと見えないかな。はい、はい、これはあの私の地元、今の地元石川県の里山にも普通に見られる蝶なんですが、この2匹の蝶を見て違いがわかるでしょうかね。パッと見さっぱりわかりません。基本的にわからないですよね、はい、でも綺麗ですよね、はい、これは日本の蝶なんですね。日本の蝶なんです。この里山、それから、ちょっと山手の方まで、広くいる蝶なんですけどもね、はい、こちらの蝶、名前を申し上げると愛の緑しじみと言います。愛の緑しじみ、愛の緑しじみ、はい、こちらの方はメス赤緑しじみという違うんですね、はい、同じ仲間ですが違う種類の種ですね。絶対同種ですよね。どう見てもこれは分かりませんよね、はい、そこで、はい、次はこれに、あるものを足します。は、はい、しばらくお待ちください、はい、皆さん分かりましたか。全然、まあ、同種と言っていいほどね似てますよね、はい、じゃあこれの違いをということで、はい、ちょっと、はい、はい、じゃあまた行きますか、はい、よろしいでしょうかね、さっき2匹並んでたのが4匹に変わりました。これは何が加わったかというと、それぞれの裏の模様ですね。はあ、はい、じゃあ裏の模様を示したいと思います。下のはお腹の方ですかね、下から見た下から、あ、まあそういう言い方になりますかね、はい、それぞれ裏の模様を付け加えたんですけどもこうしますと延長どうでしょうか。違いますね。 なんとなく違いが見えてこないでしょうか。こっちの方が色が薄い、はい、あ、そうです、そうです、はい、ここのなんていうんですか、線が多い、はい、白い線が、あ、なるほどなるほど、白帯が、はい、そうですね、それも違いの一つですね、なんとなく見えてこないですね、なんとなくね、はい、色の違いがあるかなっていうのがパッと、はい、さらにちょっとこれに、2匹付け加えてみます。はい、はい、しばらくお待ちください、はい。まあ、背面から見たのと、お腹側から見た、今違いだと少し分かったという状況なんですが、これにじゃあ何が加わってどのように見分けるかというところでしょうかね。お待たせしました、はい、次は 6頭が並んだ標本なんですね、はい、実はこれあの下の褐色に赤い紋がついているのがそれぞれのメスなんですね。あ、メスだけですね。はい、愛の緑しじみのメス、メス赤緑しじみのメスですね。あ、じゃあ こちらはオスってことですね。はい、そうです。あの、この輝いているのがオスですね。このメスを見ていただくと、もう両種の違いというのはわかりますね。誰でもわかりますね、はい、まあ、メス赤緑しじみという名前がついている通りで、この赤いものが非常に大きくなるということで、ここまで来て初めて、あの、蝶専門にやってる人でも、まあ、こっちが愛のでこっちがメス赤だというふうに気づいてくるわけですね。ただ素人の私からすると、はい、個体差ぐらいのレベルに感じますけどね。さすが園長ですね、はい、この次見ていただくのはちょっとこの一番下の2匹を違う個体に変えてみます、はいはい、しばらくお待ちください、はい、お待たせしました、はい、次の6頭はこういうふうになる。
メスの2頭がねちょっと変わったんですね。さっきはどちらも赤い門を持っていましたけども、今並べたのは赤い門を持ってないですよね。ないですね。藤井園長の方から個体変異という話が、出てきましたけども、まさにその通りで、たくさんの中にはこの赤門を持たないやつというのがいるんですね。これが厄介ということで、ほぼ一緒ですね、そうなると、こうなるとまた分からなくなってしまうということですね。まあ、なんとなくこの裏の模様で違いは分かるんですけども、でこの2種類はね、日本の里山から山間部にかけて広く分布しています。で出てくる時期が同じ、だから生活する環境が一緒、飛び方こんなのももうほとんど違いがないということでね、全然わからないですね。専門の方が見てももしかしたらわからないかもしれないですね。なるほど、三上さんレベルじゃないとわからないということですね。まあ、私も取ってみてこうやって標本にして初めてわかるということなんですね。これが昆虫採集をしなければならない最大の理由ということですね。今何らかの理由があって、例えば一方の種が非常に生存の危機が迎えたというような場合に、どっちがどっちか正しく認識できなければ守るも減ったくれというのもないですよね。なるほど、はい、そういったことでまずはやっぱり昆虫というのはね、採集して標本を作って分類をしていくということが第一歩になるんじゃないかなと。なるほど、いや納得ですね、はい、いうふうに私は思いますね、はい、ちょっとこの辺がね、哺乳動物とか鳥とか、こういったものの世界とは違ったところかなと。いやでもね、やっぱり、ズータイムチャンネルでもお伝えしてるんですけども、やっぱり種の保存っていうふうに、やっぱりね、脊椎動物も結局はそのように考えられているんですが、やっぱりその動物の生態を知らないと守れない。守れない、ね、昆虫の場合は深くこの捕獲をして採集をすることによって、さらに分類的にしっかり分類も立てた上で、この保護対策を立てていかなければならないということですね。それが保全につながるというね、はい、例えば、ね、カブトムシなんて誰が見ても分かりますよね、うんうん、はい、はい、こういった昆虫というのはおそらくごく一部ですね。はあ、ほとんどのものは常に似通ったものがいるわけですね。はあ、はい、で例えば、うん、はい、この2種類は、ね、実は食べ物が違うんですね、同じ環境にいても。そうなんですか、はい、こちらの藍の緑しじみっていうのは、はい、水ならとか小なら、いわゆるどんぐりができる木を食べるんですが、こちらのメサカミドリシジミというのは、キンキマメザクラとかヤマザクラとか桜の仲間を食べるんですね。というのは樹液を、樹液じゃないです、幼虫がその葉っぱ、幼虫は葉を食べる、はい、そういうことです。昆虫はね、成虫と幼虫では食べ物が、はい、サナギの時代のある昆虫は変わってきますのでね、今の幼虫の、はい、幼虫のその木の葉を食べるという意味ですね、はい、そういったことで、そういったのを知らずにどうやって守るのかというの話になってきますよね。じゃあ幼虫の時にその葉についてたら、はい、この何て言うんですか、そのシジミの違いは容易に差がつくとか、ね、そうなんです、はいはい、そういったことで成虫では分かりにくいんですけども、幼虫でしたらね、しっかりと差が出てはいる、ね、幼虫の見た目の違いってあるんですか。それはもう色が全然違う、全然違うんです、全然違います。じゃあこのメサカミドリシジミの方は黄色っぽい色をしてますけども、藍のミドリシジミの方はえんじ色っていうんですかね、渋い色をしてますね。なのに成虫になると似てしまうと、生態も姿もみんな似てしまうというね、厄介なグループなんですけどもね。なるほど、はい、っていうことはですね、昆虫を知るってことは植物を知るっていうことにも、非常に似たようなものがありますよね。はい、昆虫、植物なんかはね、もっと雑種とかがいっぱいできますんで、はい、なかなか昆虫よりも厳しい面があるかなと思うんですけどもね。はい、いや、そこがやっぱりね、いいところですよね。だから、まあ、自然をやっぱり知るということに、はい、結局はつながるということですね、はい、植物の方にもつながっていく、そうですね、はい、実は三上さんね、プライベートでもね、私会う時があるんですけども、やっぱり植物もかなり詳しいんですよね。でもここはやっぱりね、幼虫、蝶の幼虫が何を食べるかっていうところにやっぱりつながってるんだろうなと思いますし、そう、まさにそうですね、蝶々、ね、が食べない植物は私何も知らないので、はい、そうですね、日本の蝶が食べる植物についてはまあなんとなく表面的な知識だけは持ってるつもりですけどもね。いえいえいえ、はい、感じてます、それは。はい、ということで、すみません、ちょっと、はい、私思ったの質問してもいいですか、
じゃあ今お腹の模様を見ていただいたんですが、はい、これはシールにお腹の模様っていうのは一緒ですか？ちょっとこれひっくり返してみましょうかね。はい、メスのお腹っていうのは、また違うんですか？はい、ちょっとごめんなさいね。はい、はい、こういったことで見えますかね。よく似てますよね。似てますね、はい、ほぼ一緒と考えていただいていいと思います、ね、じゃあ雌雄によっての違いはそこにはないと、はい、あのない種類もあればある種類もいる。なるほど、なるほど、まあ、あのこれと同じグループで、そういった違いのあるものもありますよね。雌雄によっての違いっていうのもあるということです、はい、すいません、ちょっとやけどしそうなので、はい、私も質問するのはやめておきましょう。いや、鋭いツッコミだと思いますよ。非常に重要な部分ですね、はい、なるほど。で、今オスの表、オスの裏、これメスの表というふうに並んでますけども、はい、実はね、この裏の模様をちょっと記憶していただきたいんですね。大まかで結構です、はいはい、これあの後ろ羽、下の羽の一番端っこの下の方にひょろひょろとなんか長い尻尾みたいなの出てますけどもね、これあの尾状突起というふうに、昆虫では言うんですけども、それとその中にオレンジ色の部分と黒い紋がついていると、はい、これをちょっと記憶しておいてくださいね、はい、でこの後で出てくる蝶の生存戦略というところで、はい、これが非常に大切な話になってきますので、はい、ちょっとここを覚えておいてもらって、この最初の緑シーミのお話を終了しようかなというふうに思います、はい、ありがとうございます、はい、ただ引き続き、ね、はい、では続いてはですね、はい、今私が実は持っているんですけども、ものすごい蝶といえばやっぱり美しさっていうのありますもんね。ですからこの美しい標本を実は持ってきていただきました、はい、そこで蝶と蛾の違いについてでは次はお話ししていただけるということで楽しみに行ってみましょう、はいはい、では標本お渡ししてもいいですか？はい、ありがとうございます、はい、めちゃくちゃ綺麗でしょ、まあ、蝶と蛾の違いで、まあ、あの柔らかい、ね、はい、堅苦しくならないということで、今ちょっと4つの美しいものを持ってきたんですけどね、まあ、あのこの中でガが1匹いると1頭いるということなんですが、園長どれがガか分かりますでしょうかね。まあ、園長はさすがに分かると思いますね。これ実はね、はい、正直にね、はい、言うとですね、あの私このこれとこれは知ってるので、はいはい、あの蝶だということは分かってます。なるほどね、はい、なのでここかここかっていうところなんですけども、ねえ迷いますね。でも違いははっきり言って僕は全然はっきり言ってわからないです。なるほどなるほど、はい、ただちょっと大人の知恵で、今日三上さんがやっぱ持ってきたので、はい、綺麗な方がガなんじゃないかなっていうね、はい、いやらしい考えで、はい、こちらかなっていう。なるほど、大人の知恵でこれかかということで、ね、思ってるんですが、はい、はっきり言ってわからないです。なるほど、はい、はい、藤井さんさすがに大人の知恵大正解でありますね。こちらの方がいいですか、ね、左下がこれです、ね、ガですね、はい、これちなみにじゃあこれがガってことなんですが、ちょっとそれぞれめちゃくちゃ綺麗なので、はい、ちょっと説明していきましょうね、うん、説明していただいてよろしいですか、はい、先ほど藤井園長の方から、蝶々は美しいという話がちょっとありましたけどもね、昆虫いろんなのありますけども、いい例えに使われるのって蝶々ぐらいなんですね。確かに、あとはね、あんまりいい例えには使われない。例えば、うん、仕事の虫とかって言いますけども、うん、この虫の、まあ、アリとかを連想するんでしょうかね、なんか皮肉がこもってますよね。あいつは仕事中毒やみたいな、そんなイメージがあるのかなと思うんですけども、ね、やっぱり蝶の美しさだけはそのまま例えられると、うん、いい例えに出てくるんですね、うんうん、はい、その中で、今左下がガだということを申し上げましたけども、残りの3つ、これモルフォ蝶という仲間ですね、うんうんうん、はい、それからこちらの方、大きい豪華な蝶、トリバネアゲハの仲間ですね、はい、それから、この右の下なんですけども、これはいろんな色があるんですけどもね、ミイロタテハという、主に南米の方に住んでる、これも綺麗ですね、この中それぞれの仲間が世界三大美蝶と
というふうに言われるんです、ね、ここそれぞれにあのたくさんの仲間があります。ここが世界三大美鳥。そうです、はい、ですって。はあ、確かに綺麗ですもんね。別の言い方するとね、あのこれを集めると寝台を潰すというぐらい、あのコレクションするのにお金がかかるグループと言われてたんですね。はあ、え、言われてた、言われてた、はい、今はやっぱり情報化社会で、どこに行くとこれがいるのかと、どうやったら取れるのかという、そういった経済的な面とかね、いろんな情報的な面から、配信すること自体は問題なくできるようになっているということで、もう本の20年30年前に比べれば、あの標本の値段としてはね、はい、非常に落ちてるかなと思いますね。ちょっと質問してもいいですか。はい、例えば鳥の世界ですと青色っていうのは、はい、まあ、実際にはなくて光の構造色によって青く見えるっていうふうに言われるんですが、例えばこれカワセミのような青色をしていますけども、そうですね、はい、これは構造色なんですか、はい、それともその色っていうのはあるんですか。はい、いいとここれから説明しようと思ったんですけども、いえいえとんでもありません。はい、腸の構造ですね、はい、これちょっと申し上げると、腸の羽の構造というのは、まあ、内輪の構造を思っていただければいいかなと、はい、つまり、芯になるのがあって、その両面に膜がついているという状態を想定してください、はい、で、昆虫の羽自体は、色を持たないと、それ自体は色を持たないわけですね。で、昆虫の特徴として4枚の羽を持つというのを小学校3年生で習いますけども、飛ぶことを、なんていうんですかね、飛ぶことだけが目的の羽であれば色をつける必要がないので、多くの昆虫というのは無色透明の羽を持ってるんですね。は、はい、ところが蝶と蛾の仲間、合わせて難しい言葉は輪翅目というふうに言います。この輪翅目というのは羽に鱗のある仲間という意味なんですけども、はい、この蝶と蛾の仲間の場合は羽の表にも裏にも鱗粉という粉ですね、はい、粉がたくさんついて、模様を作っていくわけですね。で、この時に鱗粉そのものに色がある場合、これ色素色というふうに言いますけども、そういった蝶もいます。それから鱗粉の構造ですね、はい、まあ、鱗粉の構造、複雑な構造をしてるんですけども、この構造によって特定の波長を反射させて、で反射した光同士が、ぶつかり合って、それで強い輝きを起こす構造色、今藤井園長の方からね、カワセミの話出ましたけども、同じシステムですね。はあ、そのようにして色を出してるものもいるということですね。まあ、多くは色素色の方かなと思うんですけども、今おっしゃったようにこの世界三大美鳥、それからこちらの側は主にヨーロッパではね、あの蝶蛾の仲間で最も美しいと言われているマダガスカル島にいる蛾なんですけどもね。マダガスカルなんですか。マダガスカル特産の蛾なんですが、これらは全て構造色ですね。鱗粉の構造によって光を反射させて、反射した光がぶつかり合って輝きを作っていると、こういうそういったグループの蝶ですね。はい、あ、そう、あ、で、気になったんですけど、はい、結局のところじゃあ、蛾と蝶の見分け方ってあるんですか。はい、そうですね、あの、そこが一番のテーマだったんですけど、教えてほしいなと思います。さあ、どうですかね、藤井園長、蝶と蛾って何が違うんでしょう。僕的にはやっぱりイメージとしたらイメージで結構です。はい、蛾は、まあ、日本の蛾でいうと、はい、なんて言うんでしょうか、お腹がすごくでかくてですね、あ、なるほど、ボテーっとしてて、はい、まあ、スズメ蛾なんかね、はい、ありますよね。そうですね、で、はい、まあ、翼のあの斑紋なんかはなんですが、横に広がってるってイメージがやっぱり素人なんで、なるほどなるほど、あります、あの、はい、羽がね、はい、うん、蝶の場合はすごく軽やかに、どっちかというと縦長のシルエットというか。なるほどね、はい、そう、でも、まあ、これがガっていうんだからそれは違うなっていうのは今分かったんですけども、完全に先入観に騙された結果ですよね。そう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 、なので体の構造とか何か違うところあるんでしょうか。なるほど、そこら辺が今日ね、私も勉強させていただければなと思います。昆虫の中でね、蝶とかガというのは、一番大きいグループでは全然ないんですね。
まあ、ちょうどが合わせると12万から15万種類ぐらいいると言われますけども、これは甲虫の仲間、カブトムシの仲間ですよね、これとかカメムシの仲間とか、こういったところには及ばないグループなんですけども、それでもたくさんの種類がいる。蝶だけでも2万種類ぐらいは知られているということで、じゃあ蝶とか何が違うのか、そう、実はね、個体から言うと分類学的には何も違わないと、そうなんですか、いうことなんですね。まあ、ただ多くの蛾は前羽と後ろ羽が連動して動いていると。ところが蝶の場合は、前羽は推進力、後ろ羽はブレーキング方向、いろんな役割分担をするものが結構いるということで、蝶は前羽と後ろ羽が基本的に違った動きをすることができるという違いはありますけども、これにも例外があるんですね。したがって 100% 違いというのは絶対ないと思います、ね、なるほどなるほど、はい、あ、じゃあ分類学的には、まあ、同じと、同じ仲間と考えてください。じゃあ、はい、鳥でいうとタカとワシが、まあ、同じだったりとか、あと、まあ、そうですね、そういった違いだと思います。まあ、タカとワシの場合は基本的には大きさ、あ、よくご存じで、さすが、分けていきますけども、フクロウですと、フクロウとミミズクは違うのかというけど、両方フクロウ科ですよ、はい、はい、そうですね、はい、まあ、科でいうと、科属でいうと、はい、これは違うと、それぞれ臨時目、まあ、先ほどありましたもんね、難しい言葉を使わずに蝶目というふうに、言いますけども、蝶目の中に蛾も入るってことですか。あ、入ります。あ、まあ、臨時目ですね、はい、例えば蝶目の縦波蝶科ですね、はい、それから蝶目の上げ波蝶科、蝶目の、これはこれと一緒ですね、縦波蝶科に属しますね。なるほど。それからこちらは蝶目の、私蛾は専門じゃないので、まあ、ツバメ蛾科、というところに属してきましたね、はい、そういったところで、まあ、この臨種目、蝶の仲間を系統分類していくと、まあ、31とか32ぐらいのグループに分けられるんですけども、この中のアゲハチョウジョウ科、それからセセリチョウジョウ科、これはおそらくセセリチョウというのは一般の方が見ると、どうひいき目に見てもガンにしか見えないと思う、そういったグループなんですけども、そういった蝶の仲間を見るということですね、はい、この2つを合わせて蝶とするというふうに決めただけで、科学的なものは何もないというふうに考えて、ね、いただいていいかもしれませんね。なるほど、はい、夜飛ぶのがガーで、昼飛ぶのが蝶、これダメですね。蝶はほぼじゃないですね、全ての州が、明るい時に活動しますけども、ガーはまあ2割から3割ぐらいは明るい時に活動していますね、はい、で夜活動をするのももちろんたくさんいるんですが、昼間も活動する。それから、蝶は羽を立てて止まるけども、蛾は開いて止まる。あ、それね、幼少の頃に習いましたけども、ね、はい、それも実は立てて止まる、ね、そういうことですよね、はい、はい、それからこの鳥羽アゲハは基本的には羽を開いて止まるんですね。もちろん閉じる時もあるんですけどね。ああ、そうなんですね、はい、そしたらそうですよね、夜あのお休みするときなんかは羽を開いてることの方が、その情報でいくとガになっちゃうんですが、そういうことですね、もうそういうことは決まりはなくて、分類的には同じで例外はあるよと、はい、いうようなことになってしまいますよね、はい、まあ、一番シンプルなのがね、蝶々は綺麗でガは汚いというのがあると思うんですけど、それはもうガの世界、ガの好きな人からしたら失礼な話だということになりますよね。まあ、これを見てもらえると分かると思うんですけども、それこのように考えてもらうといいかもしれませんね。昼間活動する生き物というのは色を利用することができると、はい、太陽の光がありますね、夜は太陽の光がないので色を持っても意味がないんですね。なるほど。したがってあの地味な色をしているものが多いという、たったこれだけの理由ということで、美しさに、はあんまりね、蝶とかは関係ないということで、昼間活動するが、これも昼間活動するがですけども、その中には蝶に負けず劣らず美しいものがたくさんいるということをちょっとお話ししてね、蝶とがの違いのお話終了していきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、本日は本当にお忙しい中、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はですね、本当にいいお話が第1回目なんですけども、お聞きすることができました。まずはですね、昆虫採集がなぜ必要かというところで、昆虫は雌雄だったりとか、それから裏表っていう表現、ちょっとまた専門的な言い方あると思うんですが、によって
て、すごい細かいところまで見ないと、見分けができない。それから住む場所、それから生態まで同じだったりする場合があるので、この昆虫採集の大切さというのを教えていただきました。それからそこまでしっかり見ないと、絶滅危惧種、絶滅に瀕している、種の保全なんかにもつながらないというふうな、またその昆虫の世界独自のね、知識、それから学びがいろいろありました。それから私も全然知らなかったんですが、その腸と蛾の違いはどのようなところにあるかというね、根本的なことなんですが、そのようなお話もしていただきました。で、皆さんもねこのチャンネル今、見たと思いますけども、全然どうでした腸と蛾の概念が変わったかなというふうに思います。私も今日でね、この今度から地味な蛾を見てもですね、いやこれはもしかして腸かもしれない、それから夜か昼によってね、色の違いがあるよというようなことも教えていただきました。それではこの三上先生のシリーズは続編も知っていただけるというね、ことをおっしゃっていただいてますので、まだまだねこの腸の魅力っていうのはあると思いますので、はい、引き続き、はい、ぜひ。そうですね、まあ次回は腸の生存戦略というところにちょっとね深く突っ込んでいこうかなと。いいですね、はい、このチャンネルはもう深く遠慮なく言っていただければと思いますので、ほうほうと思うようなね事例というのを、身近な腸で紹介しながら、お伝えしていければなというふうに考えてます。素晴らしい、すいません本当に、はい、じゃあ今日はねお忙しいところ本当にありがとうございました、はい、また楽しみにしております、ありがとうございました、はい、それではまた楽しみにしていてください、はい。